現在エリア JT557 上空をパトロール中。異常なし。あの数えきれない建物の中で数えきれないほどたくさんの人が暮らしてるんだな。何当たり前のこと言ってんの。人間がこんなに我が物顔で地上を支配してることを地球はどう思ってるんだろう。JT550 で地中から膨大な量の砂が噴出。市街地が埋没しました。砂が？一体何が起こってるんだ？監視衛星の映像が届きます。どうした？広い範囲に強力な磁場が発生。カメラもレーダーも機能しません。不能か。カイトとミズキがあの地区をパトロール中です。呼び戻せ。通信不能。撃っちゃうよ。あの磁気嵐に突っ込むなんて。なんとかデータだけでも採取するんだ。ダメだ、不時着する。不時着よ。あれはね、墜落っていうの。
吹き嵐はあいつの仕業か。返しなさい。言うことを聞く相手じゃない。被害状況は現在首都圏全域で車両は通行禁止、空港は閉鎖、都市機能は麻痺状態か。やつにミサイルをぶち込んでやりましょうよ。ミサイルの誘導装置が磁気で狂い、市街地に着弾する恐れあり。あいつと戦うには接近戦しかないってことですね。今ショーンが新しい兵器を開発中だ。俺たちはまだ奴のことは何も知らない。まずは敵を知ることだ。アントラー、あの怪獣の名前はアントラーです。坂田雄一、古代シルクロード文明研究の第一人者。バラージの遺跡を発掘したことで有名な学者だ。バラージ、紀元前2000年に絶滅したといわれる幻の王国ですね。ええ、しかし坂田教授は遺跡から発掘された石板を解読した結果、バラージは地震ではなく謎の生物アントラーに滅ぼされたという説を発表しました。そして4000年後、アントラーはよみがえり、自然を破壊している文明を襲うと警告を発したのです。今年はバラージが滅亡してからちょうど4000年です。今坂田教授はどこに？5年前失意のうちに亡くなったそうだ。何かご用でしょうか？坂田教授の研究についてお聞きしたいんですけど。アントラーのことですね。ええ、あの怪獣はもしやアントラーなんじゃないかと。やっと世間も認めるでしょう、父が正しかったことを。父？それじゃああなたは？坂田雄一の娘です。じゃあお父様のご研究についてはよくご存知なんですね。アントラーを倒す方法は？人類の浅知恵が地球の意志に勝ることは不可能です。こんな綺麗な空いつ以来かしら。アントラーのおかげで飛行機も飛ばず車も走らない。アントラーは人間に罰を与えるために地球の意志が送り込んだんです。それもあなたのお父さんの説ですか？いえ、私の考えです。人間は自然破壊や資源の浪費をやめようとはしない。アントラーのせいで罪もない子供まで犠牲になってるのよ。それでもいいの？もう遅いんです。コンピューター使えたらな。文句言わない。バラージ、バラージ。あった。坂田教授が見つけた石板の欠落部分が去年バラージの再調査で発見されたんだな。そこにはこう記されている。再び悪魔が現れた時、ノアの神がもたらしたバラージの青い石がそれを退けるであろう。バラージの青い石、それがあればアントラーを倒せるってことか？でもどこにあるのよその石。
さん、私お父さんをこんな風にして世の中を絶対に許さない。バラージュの民に伝わる伝説の石だ。アントラーは地上にいると思われます。よし、地上に呼び切らして攻撃するぞ。ダッシュライザーでですか？こいつだよ。完成したのね。僕の開発したダッシュテレンジャー、ちゃんと磁気シールドもつけたよ。昆虫の好むフェロモン弾で奴をおびき出せるはずだ。了解。両面から攻撃するぞ。了解。バラージュの民に伝わる伝説の石だ。
バラージの町を滅ぼされ流浪の民となったバラージの人々はノアの神から授かったと言われている。この石がきっと人類を救ってくれる。これをお前に。お父さん、お父さん。バラージの青い石です。え、父は死ぬまで人類を救いたいと願ってた。それを私にも受け継ぐようにと、これを。なのに私は。使ってください。
事な青い石です。これでアントラを倒せるはずです。どうやって使うんだ。父は特殊なレンズの働きをするのではないかと。じゃあダシテリンジャーをビームモードにして、この石をレンズの代わりにして、これでいいぞ。ウルトラマンマックス、アントラーを動かさないで。よし、今だ。お父さん、あれ、ね、そういえばカイトは、ああ、大丈夫かしら。おいおいおい、どっか間が抜けてんのよね。私気づいたんです。過去のことを研究するのは人間の未来に役立てるためだって。やっと父のやろうとしていたことが理解できました。頑張って。きっとお父さんも応援してますよ。ノアの神ってウルトラマンのことだったのかな。そうかもしれません。じゃあ大昔にもマックスが地球に来たってこと？いや、そんなことはない。なんでカイトにわかるのよ。いや、それは…超音速怪獣、ヘイレン登場。チームダッシュとバッドスキャナーズとの共同作戦が始まった。頑張れマックス、怪獣ヘイデンをやっつけろ。次回ウルトラマンマックス超音速の追撃。